どうも、モリコラ西ガラビジョンジャパンのガラケニアです。総合車両製作所ニーツ事業所において横須賀専用 E235 系1000番台のほかにまた E131 系が製造されているそうです。製造されている E131 系は1つの路線ではなく2つの路線に向けて製造されているそうです。一部噂になっているネット上で泳ぎ込んでる噂になっている栃木ローカルと相模線の車両を作っているそうです。要するに相模線と日光宇都宮線の栃木ローカルの置き換えをするのではないかというふうに思います。あと首都圏で205系が残っているのは南部支線並びに鶴見線の車両でありまして、そこの車両の置き換えについてはどうなんでしょう。 E233 系が転属してくるとかっていうのも噂が流れているんですけど、実際どうだかわからないです。ただいずれにしても新しい205の205系を置き換えられるのに鶴見線って比較的古い205系が残留している部分があるんで、そこの置き換えについてはちょっとどうなのかと思います。ちょっと急なお話でちょっと手抜きで申し訳ございません。この動画は以上にしていきたいと思います。そして、この動画が面白ければ高評価、チャンネル登録してくれるとすごい助かります。次回の動画でお会いいたしましょう。では。